11月23日土曜日、24日日曜日、ハンドボーラーの祭典、富山ハンドボーラーズデイ2019を開催します。出場チームは日本体育大学、明治大学、筑波大学、そして富山にゆかりのあるユース世代オールスター富山ドリームスの4チームです。僕らは大学所属チームを離れ、今回は富山ドリームスとして出場させていただきます。11月23日予選は氷見市、24日の決勝は宝塚市で大学最高峰のドリームマッチをお見せします。